か。2匹ぐらいする。長っ。受けた。キュービーカー。今からイケアに行きます。少しまであと1ヶ月ぐらいなんですけど、北海道にイケアがないので、ソファーとかちょっと細々したものを買いたいなと思って、最後イケア納めということで向かってます。月1とかで今までイケア行ってたから、行けなくなると思うと寂しいね。ニューカラーが出てる。これかわいい。便利なんだよね。鍵入れたりとかキーホルダーになってるから、いろいろ使える。うん、いらない。ジップロックも買えなくなるから、 IKEA のたくさん買っておきたい。これこのソーデルハムの 1.5 人掛け、ネイス付き。そう、ネイスのこの1人分のを買って、正方形のがあるから、それとこう並べてここまでって感じにしたくて、これだけ買いたいと思います。なんだっけな、かわいいね、あの、うちの家に売ってる、はい、真四角の一人用のカバーだけも、ベッドカバーを買おうと思います。セミダブルにしてから今ついてるのしか持ってなかったので、次のしたい部屋の雰囲気に合うやつ。この造花かわいい、ニューだって。でソファーにこれ置いたら絶対かわいいけど、サイズもうちょっと大きいのいないのかな。あ、ヘビ、ヘビ大きい。3人ぐらいする？いや、せめて2人。ビニール破けの。プリン。スキャンしたら、イケアスキャンドペイをぜひ今日から。いただきます。めっちゃ具たくさん入ってる。うん、めっちゃうまい。ね、不思議じゃない？ほら、こっちはカスタード的なプリンみたいな。うん、もう大量に買っとこう、うん、もうこうやって蓋ポコンってなっちゃうから、お湯入れるときはこうやってやればいいじゃん。もうこれかっこよくない？かっこいいけどさ、シュ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 ってなって肉や根菜類など肩に向いてる。これは絶対必要だから。限定コレクションってやつは可愛い。これチェックなんだ、しまかと思った、うん、ワニとも合うし。でもこれ可愛いな。これかこれか、モデルチェンジなのかも。それよ、これね、欲しいんだよね。黄色もアクセントになって可愛いけど、うん、タラの電球？あ、電球だね。こういうこの。長っ。アメリカ、これ初めて頼んでみた。クッキーパウンドケーキみたいな。受付やってた人は全然バンドも詳しく、みんな子が食べたすぎてウーバーイーツしました。すっごい久しぶりに食べる。わネトフリの3体っていうドラマ見てます。いただきます。今ね、こんな感じで新しいお家のインテリアを考えてる感じ。 GoodNote っていうアプリなんですけど、 iPad で写真をサイトから持ってきたのを切り抜いてイメージを浮かばしている状態なんですけど、これリビングで、なんか次のリビングは白とちょっとレトロっぽい感じの、この黄色とかグリーンとかも入れたくて、こういうステンレスっぽい感じの入れたくて、スタンドライトとかも今日 IKEA で買ったステンレスのライトなんだけど、とか、あとこれは寝室ね、お洋服たちも最低限もなるべく少なくして、本当にこれから着るものだけ持っていきたいので、着ないそうなお洋服を
をメルカリで出品しようって思います。選別して写真撮って出品っていう作業をしていきます。アカウントのリンクは概要欄に貼っておくので、なんか欲しい服とかあったらぜひ見てみてください。メルカリ上のメッセージとか言ってくれたら一言お手紙とかつけてお送りしようかなと思っているので、もし欲しい方いたら購入後にメッセージのところで送ってください。今シーズン一回も着なかった服とかはもう思い切って誰かにところに行った方がお洋服も幸せだと思うから、今年一回も着なかったもっこもこのカーデガンで、このボタンがねこんな感じで大きいパールで可愛いの、これインスタで載せたらめっちゃどこのですかたくさん DM 来た気がする。ちょっとでも迷うな、ちょっとこれ一回保留でこれも一回も着なかったな。ビームスカーフリークスストアで買ったリバーシブルのアウターなんですけど、めっちゃあったかくて、これでもこれさ北海道引っ越したら寒いから着るかな。ディズニーに一昨年か3年前ぐらいに行った時に着てて、これもすごいその時 DM でどこのですかって質問来たんですけど、 ZOZO にあるブランドで、このブランドなんだけど、これも可愛かったけどディズニー以来着てないかも。久しぶりにねイチゴを買ったんですよ。イチゴちゃんがあとちょっとだけあるからベリークヨーグルトボール作ります。 OK、 ナッツ。フルーツ食べる朝ってテンション上がる。チョコチップは最近マジでヨーグルト食べるとき欠かせない。ちょっとだけね、ハニーコムはね、なんかちょっとこういう頑張りたい日とかちょっと特別なボールの時に乗せるんですけど、今日はイチゴちゃんがいるのでね、ハニーコムも乗せちゃいたいと思います。イエイ完成。今日のギリシャヨーグルトボールです。美味しそう。の MacBook Pro が壊れてしまったので新しい MacBook Pro を買いに行きます。いつもこの外付けハードディスクをね使って編集をしてるんですけど、ここのアダプタがもうおかしくなっちゃってて、編集してる時にこれ抜いてないのに接続が切れちゃって、今まで編集したデータが全部飛ぶみたいなもう恐怖すぎる、そういう事故がね多発するようになっちゃって仕方ないので、新しい MacBook を買うことにしました。この子はパソコン自分で初めて買ったパソコンで、何年だろう、7年8年かな、わかんないけど、たくさんお世話になった MacBook です。 YouTube 始めた頃からずっと使ってたので思い入れはあるんですけど、とステップアップっていう意味も込めてね、ちょっと綺麗にして Apple Store に向かいたいと思います。なんかシール意外と剥がれづらくて、こんなのですけど、でめっちゃ綺麗になりました。ツルツル、これこのメラニンスポンジ最強。これでこうやってやったらもう超新品みたいにキラキラになった。オーマイガー、爪が折れた。昨日変えたばっかなのに、すごい久しぶりにコスメを買いました。このパッケージが超かわいい、ミルフィーのレディフラワーパレットの03番。じゃーん、めっちゃかわいくないですか。こことか何これ、めっちゃかわいい。
この間、今日じゃないんですけど、スリコで次の新居に向けていくつかお買い物したので紹介したいと思います。1週間ぐらい前のスリコのなんだけど、ウォーターディスペンサー、植物の水が足りなくなったら勝手に水やりをしてくれるガラスのなんかボール状のものなんですけど、引っ越したら動画にまた載せます。こんな感じの形なんだけど、と鉢カバー、これも可愛い1000円商品だったんですけど、ボッキュンボンみたいな形、栽培キットの紅茶の茶葉が入ってそうな形のカンカンの中に育てられるキットが入ってて、これ500円なんですけど、何種類かあって、ペパーミントとワイルドストロベリー、この容器のまま育てられるのね、ちょっと可愛かったので買ってみましたっていう感じです。今日は夜ご飯にオムライスハンバーグのせ作りたいと思います。ハンバーグ作るのはめんどくさいから、このスーパーで買ったできてるやつ使います。ソース、マヨ、初めて作るんですけど、イメージとしてはご飯、卵、ハンバーグ、チーズってやりたいんですよ。まずは卵の部分の卵を作ります。マヨとミルク、ミルクとマヨ入れとけばトロトロになるので、卵はこの卵をバターで焼きます。ご飯、今日包丁使わないギリ自炊って感じのご飯で、卵2個使えばよかったかな。デミグラスソースが足りないと思うので、ちょっとだけ作ります。醤油とソースと、この材料を入れておけばデミグラスソースできるはず。あと砂糖、これ最初に温めればよかった。ちょっと待って、これ最初に温めないとさ、大ソース焦げるよね。なんかソースもさ、ほぼ蒸発しちゃったちょっとすぎんだけど、まあ、ハンバーグをのせれば美味しいよ。じゃん、あ、いいんじゃない、美味しそう。バジルとか振りかけちゃって、はい、完成です。とカッテージチーズもあったので、キャベツとカッテージチーズ合うか分かんないけど、バルサミコ酢のドレッシング、あ、もうない。いただきます。味は超美味しい。作ってるってこれ美味しいから、こんなうまくできなかったのに美味しいから、皆さんが作ったらもっと美味しいと思う。揚げていきたいと思います。カフェとかで作業することが多いのね、だから持ち運びの時に軽いのを重視したいと思ってエアーにしました。いやー、待って、なんか懐かしいこの気持ち。プロとエアーをこう持ち比べてみたんだけど、プロはね結構重い。フェースグレー、この色にしました。色は3色あって、もう1個シャンパンゴールドみたいな色とシルバーとこのスペースグレー。パカーン、わっ、あんな喧嘩してほったらかしして、こんなに